ゆかすとポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。こんにちは、ゆかです。今メタコネクトというメタのイベントに参加するためにカリフォルニアにあるメンロパークというところに来ています。今メタの本社の中の何ですかね、うん、ここもうなんか街みたいになってるんで、街の一角みたいな、お外にいるんですけれども、ちょっとね、音的にここだと微妙っぽいので、すぐ移動しようかなと思ってるんですけど、ちょっと一応なんかこの雰囲気を、ビデオポッドキャストご覧の方は、ちょっとね、この雰囲気を伝えたくて、一旦外で撮ってみました。うん、今日のポッドキャストでは、ちょっとメタコネクトで、今日発表あった内容をまとめつつ、いろいろと、話していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあちょっと音のために移動します。ということで、今日は特別編ということで、メタ本社からお届けしております。どうも、ちょっとこの背景でわからないですけど。こんな感じで、メタコネクトというメタの、メタ版 WWDC みたいな。感じの、デベロッパー向けの意味合いが、まあちょっと強いけど、普通にコンシューマー向けのアップデートもあるという感じです。うんうん、ということで今日は朝からキーノートがあって、いろいろね、発表があった感じなんですけれども、さひろさんはお家から。はい、見てました。はい、なんか、すごい一人でディスコードで盛り上がってて。みんなね、日本は夜だったので、はい。そうですよね。いつも日本が、夜っていうか夜中の時間になってしまうので。そうですね。はい。来ているの大変だと思いますが。はい。配信見れなかった方にちょっと簡単に説明しますと、まずクエスト3が6月ぐらいに出しますよ、みたいなのを発表すでにしていたんですけど、まあ、もうちょっと詳細のことが分かったりとか、はい、それに伴ってプラットフォーム側でゲームのサブスクリプションサービスだったりとか、まあ、結構大きいタイトル、のゲームの発表があったりとか、あとは AI 系の発表もね、結構大きくて、なんかチャットボットみたいなのもいろいろあったんですけど、はい、それが結構面白いアプローチだなと思ったものがいろいろありました、はい。はい。あと最後に、レイバンストーリーズっていう、レイバンとコラボしているメタのサングラス型メガネみたいなのが、もともとファーストジェネレーションがもう出てたんですけど、それのアップデートバージョンというか、うん、セカンドジェネレーションが発表になりました。ということで、ちょっと一つずつ話していきますか。うん、ということで、じゃあメタクエストの話からしますか。メタクエスト3が今回、もう予約販売今日から始まって、発売が10月17日でしたっけ？こっちはね、10月10日だったと思います。10月10日発売。うんということで、はい、フルカラーパススルーということで、ヘッドセットをつけても、なんか外の世界がちゃんとカラーで見えるっていうのが、はい、まあ、パススルーっていうことなんですけど、まあ、それがすごく綺麗になっていて、私クエストプロ使ったことないんですけど、クエストプロぐらいいいみたいな感じなのかな、うんうん、で、チップもなんかスナップドラゴンの、クアルコムのチップが入っていて、で、まあ、499ドルということで、日本だと7万9000とかでしたっけ？まあ、ちょっと、なんか体感高くなっちゃうんですけど。74,800円だっけな。74,800円。そうかそうか。まあ、499とだいぶちょっとね、印象が違っちゃうのがちょっと悲しい部分なんですけど。そうですよね。まあ、でもドルで言うと相当安いなっていうのと、まあ、でも7万円台でも、結構今回ビジョンプロへの、なんていうんですか、ジャブ打ってる感じがあったんで、ビジョンプロと比べられてもいいと、多分メタ的には思っている感じがありまして、うん、ビジョンプロと比べたら相当安いですよね。3500ドルで、はい、多分日本だと45万とかそういうレベルなんで、全然何倍もの差があるんですけど、ということで、なんかメインストリームのための、初の MR ヘッドセットっていう風にマークさんがおっしゃってましたね、はい、うんうん、実はね、さっき私ちょっとだけ被ってきたんですよ。
明日もちょっとがっつりゲームとかさせてもらえる予定で、今日はなんかデモ機をちょっとかぶって、なんか、なんていうか、デモ映像しか見えなかったんで、実際に自分で操作したわけではないんですけど、もうかぶった瞬間にパススルーになってて、で、なんかメタクエスト3みたいな感じでなんか画面というか UI が出てたんですけど、なんかその、かぶった瞬間の、あ、なんか、すごい、AR っていうか MR っていうかなんか、あ、すごいっていうのがすごい、一瞬で思ったことで、結構びっくりしました。で、私たちもクエスト2、二人とも持ってますけど、クエスト2のやっぱ映像のピクセル感っていうのが結構良くなっていて、かなり画質が良くなってるなっていうのが、すぐ、実感できました。あとはそうだ、Xbox のクラウド、みたいなのが使えるっていうの結構すごくないですか、はい、すごいですよね。もうなんか結構ゲーマーの方にはたまらないんじゃないでしょうか。ね、そうですね、はい。やっぱゲームの、ゲームっていうかコンソールゲームの弱点って画面につなぐのがマジでめんどくさいっていうところが、あ、めんどくさいっていうかなんか画面が専用でないといけないから、結構なんか今時の家ってテレビない人とか多かったりとか、日本だったら特にあんまり大きい画面置けないとかっていうのもあるだろうし、なんかそういう人にとってやっぱ VR の中でめっちゃめちゃでかい画面でプレイできるっていうのは結構いいし、なんか被るだけでいいからあんまりこうごちゃごちゃなんかケーブルさせたりとかやんなくていいし、みたいなのが結構魅力的なんじゃないかなと思いました。うん、つけた感じはどうでした？なんか結構クエスト2はね、うん、もう重いから、うんうん、なんか頭のところがもう髪の毛がそうですね。バランスが結構前にありますよね、クエスト2は。はい、なんかやっぱ、薄くなってるし、そう、バランス感良くなってる感じしました。うん、パッとつけた感じ。軽くなってるんじゃないかなと思います。軽くなっているか、ただその、バランスの問題かもしれないけど、いやでも、多分軽く、うんなってるんじゃないかなと思います。あと、そのストラップと目の部分が、目の部分というか、クッションの部分が、色を変えられる、はい、なんか着せ替えみたいなのがあって、オレンジとブルーみたいな色があるんですけど、それもすごく可愛くて、なんかつけてるとちょっとアモアス感が、アモアス感がすごい出るっていう、めっちゃ可愛い感じでした。着せ替えみたいな。ね。で、あとなんかそのクッションのところの、ゴムが、ゴム素材になって、うん、ゴム素材というか、クッションの部分がゴム素材になってて、クエスト2ってなんかクッションが、布じゃないですか？ああ、そうですね。あれって結構汗とか化粧とかつくと、汚くなっちゃうんだけど、はい、なんかゴムっぽい素材だと、拭けるから、なんか清潔感あっていいなと。それは嬉しい。ね。あと今日、CTO のボズさんっていう、キノコにも出てきた、はい、おじさまがいるんですけど、えらいおじさまがいらっしゃるんですけど、彼と、なんか、クリエイターと Q&A セッションみたいなのがあって、そこで、なんか結構、うん、いろいろ話してたんですけど、やっぱなんか、クエストのフィロソフィーというか、そもそも、めっちゃ高性能だけどめっちゃ高いっていう路線に行くか、機能が全部できるものが入ってるわけ、入りきっていないけど、安くてみんなに使ってもらえるみたいな、その、ちょっとこう、方向性が違って、メタの方は、もう、for everyone みたいな、みんなに使えるようにしたいっていうようなことを意識してますみたいなことを言っていて、まあ、だから、クエスト3にはアイトラッキングとかないんですよね。だから中の方に、うんうん、カメラがついてたりとかせず、アイトラッキングがないので、目線でのね、ビジョンプロとか、クエストプロにもあると思うんですけど、アイトラッキングはないんですが、なんかその代わりちょっとコストが抑えられてるっていう話だったりとか、うん、っていうのが面白かったですね。そのインタビューの様子も。そうですね、そう。もうなんかすごい面白くて、30分、の時間だったんですけど、30分全部動画撮ってしまって、止めるところがなくて、みたいな。すっごいなんかカリスマ性のある方で、めっちゃなんか喋るの超早くて、すごいなんかちょっとジョークを交えながら、
話してて、なんか、コメディアンみたいな感じ。コメディアン。そう、だけどすごく魅力的な人だなと思いました。おー、あ、うん、なるほど、いいですね。はい、ちょっとなんか、うまく編集したいんだけど、30分撮っちゃったから、どうやって編集しようかなという感じなんですか、うん、なんかちょっとかいつまんでまた Vlog の方で、シェアできればなと思います。はい、楽しみにしてまーす。はい、じゃあ次は AI の話をしますか。AI はですね、今までなんかラマっていう言語モデルみたいなのを作っていたんですけど、はい、新しいエミューっていうのが、これはイメージジェネレーションの、画像系の AI っていうのを作りましたっていう感じで、AI ステッカーみたいなのを、こう、うん、Facebook メッセンジャーとか WhatsApp とかのチャットの中で作って送れたりとか、あとは普通に画像としても作れるのかな？なんですけど、なんかやっぱ面白いのが、メタの場合いろいろこう、プラットフォームがいろいろあるので、Instagram と Facebook と WhatsApp っていう、うん、なんかすごいコミュニケーションプラットフォームもほぼ全部持っている状態なので、その中で、いかに新しい、まあそういう AI みたいな機能をこう盛り込んでいくかっていうのを考えられるっていうのが、ちょっとまた Apple とはエコシステムの考え方が違うのかなと思って、そうですね、面白い部分だなと思いました。なんか結構生成 AI って、こう他のプログラムで作って、でなんかそれをどう使おうみたいな、それをこうなんか簡単にシェアする方法が今まであんまりなかったと思うんですけど、うん、まあ、それね、ディスコードとかに行けばもちろんあると思うんですけど、なんかこう大衆向けのこの簡単に作って簡単に送れるみたいなのがすごくいいなと思いました、うんうん、そうですね。あとはなんかチャットボットみたいなのも出ていたので、うん、チャットボットをみんなのグループチャットの中に呼んで、なんか例えば、うんうんうん、私さひろさんが、じゃあなんか東京で行きたいレストランどうするみたいな話をしてたとしたら、なんか決められないから、なんかじゃあチャットボットになんか案を出してもらおうみたいな感じで、はい、チャットボットアットみたいな感じでチャットボットを呼んで、うんうん、どうすればいいって言うと、なんか案を出してくれたりして、うんうん、それプラス、なんかそのチャットボットに、じゃあこういう画像を生成してくださいって言ったら、そのチャットの中で画像を生成してくれるみたいな。だからなんか、うんうん、イメージしやすいみたいな。私たちがじゃあ東京で行くレストランのイメージこんな感じですみたいな。で、なんか、あ、いいね。ちょっと楽しみになってきたわ、みたいな。そういう感じのコミュニケーションが生まれるという、想定のストーリーでしたけど、ステッカーとかはなんか、表現したいステッカーがちょうど良くなかった場合、なんかすごいニッチな感じのものを、作りたい場合、すぐ、ステッカーで作って、はい、で、なんかちょっと多分保存されるっぽかったので、また、そのステッカーを、利用したりとかもできそうみたいな感じでしたね。あと AI の中で、なんか、セレブを元にした AI チャットボットみたいなのが、はい、出てて、28キャラクター出てて、これ結構、面白いですけど、もしかしたら、セレブのリストがあれかもしれないな。すごいアメリカンなリストだから。思いました。めっちゃアメリカンだなと。ね、でもなんか、そうそうそう、結構スポーツ選手が多いので、なんか個人的にはめちゃめちゃ楽しみな人が多いですけど。いや、なんか、トム・ブレイリーとか、はい、そう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 、まあ、アメフト選手だけど、はい、トム・ブレイリーは、まあ、アメフト選手で、うん、チャットボットの、はい、その、演じてるキャラは、なんか、トレーナーみたいな感じでしたね。あ、そうそうそう。コンフィデンスポーツディベーターって書いてあるから、ディベートする人らしいですね。あ、ディベートしてくれるんだ。はい、本当だ。だけど、ナオミ大阪さんも、大阪ナオミさんもいたんだけど、なぜか彼女はテニスコーチとかではなく、なんか漫画のおすすめを教えてくれるみたいな、サブカル担当になってて、ちょっと受けました。でもなんかすごい、やっぱ漫画好きなんですよね、大阪ナオミさん。なんか、あれ、妹さん、お姉さんでしたっけ？お姉さんかなんかめちゃめちゃ絵うまいんでしたよね、うん、確か。あ、そうなんですね。それもあって、大阪直美さんめっちゃアーミーだから。そう、それもあって、
結構親近感があるんだけど。そう、あうん。と、なぜかパリス・ヒルトンが、探偵だった。どういう、何を聞けばいいのみたいな。探偵のパリス・ヒルトンに、どんな質問をすればいいのかちょっとよくわかんないけど、結構面白いです面ね。白いですね。これは試ね。してみたい。はい。試してみたいですね。で、なんか、はい。この AI はどこで、あれかな、Facebook メッセンジャーとかで使えるのかな？ Facebook メッセンジャー、多分インスタと WhatsApp でも使えるっぽいですね。いや、なんか、こはい。れすごくいいなと思ったのが、やっぱチャットボットって若干怖いじゃないですか。普通の人にとって。だけど、なんか知ってる人が演じてるキャラだって思うと、なんかあんま怖くないし、なんかちょっと間違ってても、なんかその、しかもその本人ではないっていう感じ？知ってる人の顔なんだけど、その人が演じてるやつですみたいな立て付けなので、なんか多少間違っても、なんかその人へのなんかミスみたいな感じにならないし、で、ユーザー側には、なんか、あ、この人知ってるから、なんか、あんまりこう気持ち悪さが減るっていうか、すごいロボットと喋ってますみたいな感じが減るので、なんかその親しみやすさみたいなのがありま増すすんじゃないかなね。と思って、面白いなと思いました。早く使ってみたい。使えるのかな？ね。もう使えるんでしょうか？これはね、なんだまだろだった気がしますね。う。あ、now in beta って書いてあるか。アナウインベータ。じゃあ、ベータテストで始まっているけど、多分まあ、英語だけだろうし、まだまだ開発中という感じであると思うんですけど。ミスタービーストもいましたね。あ、ミスタービーストいましたね。最はい、近ミスなんタービーか。スト 気になりすぎる。よく出てくる。よく出てきますね。さすが。なんかミスターいビースやト、いつもよりなんか化粧が濃くてなんか、綺麗なミスタービーストみたいな感じ。すごいなんかこの辺のチーク感がすごかった。ね。でもなんかこれだけの著名人を集めてくるところはやっぱり、いやメタだなっていう感じ はすごいしですますよね。ね。ね。あとやっぱその、あれですね。その人のエクスパーティースっていうか、なんていうんですか、トム・ブレイディにフットボールの話をさせないみたいな。大坂なおみにテニスの話をさせないっていうのもなんかうまいとこですよね。面白いアプローチがね。ね。うん。はい。いや、あとなぜかスヌープ・ドッグがダンジョンマスターで、ダンジョン・ゼン・ドラゴンズのなんか進行役やってくれるっていう。いや、なんか、ちょっと顔が出てくるのはあれ、なんかリアクションみたいあ、な、ちょっだっとたの動いかてまな。したよね、顔そうが。そう。なんかちょっとループしてる感じではあったんですけど、なんか、タイプしながらなんか、ムムっていう顔したりとか、いいね、みたいな感じになったりとか、なんかそういうちょっとヒューマンタッチをいろいろ足されていて、よかったですね。で、もう一つの発表があったのが、レイバンストーリーズの次世代バージョンということで、これ、あ、でも、レイバンストーリーズっていう名前じゃなくなったのかな？レイバンメタスマートグラスっていう名前になったのかもしれない。そうですね。名前変はい。わったっぽい。そう。です。で、これ、だから第二世代になるんですけど、まあ、レイバンのサングラスのところにカメラがついていて、まあ、前回のバージョンだと、なんか動画とか写真がポチッと撮れて、それを簡単になんかアプリでこう見れて、どっかにシェアできるみたいな感じだったんですが、今回のものは、カメラがめっちゃ良くなっていて、12メガピクセル。すごくないですか？ 12 メガピクセすごル。い。iPhone とす一緒ごやい。ん、みたいな。ね。ってなってて、で、もちろん、その、レコーディング中だと LED が点灯して、で、しかも、その、この配慮がいいなと思ったのは、LED を隠したりしてると、隠しちゃダメですよって警告が出るらしいです。なので、すごそういですう、ね。それはありがたこっい。ちのユーザーだけじゃなくて、撮られてる方にも、ちゃんとそう、プライバシーの配慮がされているという感じで。あとは、なんと、この、レイバングラスから、インスタライブができちゃう。ああ、これ、またちょっと、さっきのキーノートで、
あの、うん、F1 ネタになっちゃうんですけど。そうそうそう。私が一人で盛り上がって。いやー、ルクレール選手がですね、突然出てきて、うん、もう私はテンション爆上がりだったんですけど。ね、めっちゃかっこいい。フェラーリに乗ってるので、ね、フェラーリとレイバンってなんかコラボっぽいのちょっとやってたと思うんですけど。あ、そうなんですね。じゃあ相性いいんだ。つながりで、はい。多分フェラーリのスポンサーもやってるんじゃないかなと思うんですが、はい、もうみんなにぜひ見てほしい、めっちゃかっこいいんで、なんかやってたのはあれですよね、でも車も一応運転してたけど、そう、最終的にゴーカートかわいい、そこは F1 じゃないんかいっていうF1POV とか絶対めっちゃかっこいいですよね。ああ、いいですよね、あ、やってほしい、ね、はい。そう、それで、しかもその、ライブストリームするときに、スマホから始めたりするじゃないですか。で、うんうん、インスタグラムの UI で、サングラスの方に切り替えるみたいなボタンが出てきて、で、それ切り替えるとこっちの、うんうん、サングラスの方の視点になって、で、またこう切り替えを、行ったり来たりできるみたいな感じなので、はい、だからスマホカメラと自分の、うんうん、スマートグラスのカメラ、のなんか視点を両方見せられるみたいな感じで、これめっちゃ楽しそうと思いました。Vlog とかするのも楽しそう。ね、そうそうそう。うんうん、で、そう、そのボズさんの Q&A でも言ってたんですけど、レイバンストーリーズの1の時に、なんか、あれ多分四角なんじゃないかな、撮れるのが四角だったのか横だったのか、忘れたんですけど、結局みんな縦が欲しいということが分かって縦にしましたみたいな。そういう学びとかがあって、多分それで、画質も12メガピクセルと、あと1080の多分縦型になって、うん、縦型にフォーカスした、まあ、コンテンツ作れるデバイスみたいな感じになったんじゃないかなと思います。で、これが、まあ、いろんなコンビネーションができて、グラスの部分の、まあ、透明なグラスもできるし、なんかちょっとティントの色のグラスもあるし、うん、サングラスみたいなのもあるし、うん、二つの形があって、うん、サングラスの二つあって、はい、で、なんか色も結構なんか何種類かあるので、なんかコンビネーションも150コンビネーション、うん、すごいあって、で、一番安い組み合わせだと299ドルから。うん。ということで、はい、これはめっちゃ欲しいですね。ただ、うん、日本での販売は、今のところ予定されていません。ね、ということで、アメリカとヨーロッパのいくつかの国っていう感じでしたね。うんうん、で、あと、これは発売の時にはついてこないんですけど、いずれ、その、もっとそのスマートグラスとしての進化みたいなのが予定されていて、カメラに映っているものを見て、それに対して質問したりとか、なんていうんですか、あ、ヘイメタって言って、ヘイ、シリとかグーグルみたいな感じで、ヘイメタって言って、話しかけて、最初は多分そのカメラを使わない質問とかできて、で、そのいずれはカメラを使って、これは何ですかみたいな、私が今見てるこれは何ですかとか、っていう風に聞けるようになるみたいな、はい。感じ。で、その AR みたいなオーバーレイとかは見えないけど、音声で聞けて、うん、音声で返してくれてっていうので、結構なんか、歯の世界にまた一歩近づいているというか。そうですよね。ね。あと私がめっちゃ欲しいのは、この人、うん、この人誰だっけっていうのを。なんか、あ、絶対会ったことあるんだけど、ちょっと名前何でしたっけみたいなのを教えてほしい。でも言わなきゃいけないから。そう。あ、確かに、ごそバレちゃう。ゲーム見たらこの人誰その人の前で言うっていう。やばいですね。もうちょっと進化したらね。ちょっとやばい。ちょっとソーシャルスキルがやばくなってくると、そうなってくるかもしれない。確かに、でもその人の顔を映しながら聞かないといけないから、難しいですね。難しい。やば。
面白い。これなんかスピーカーがついてて、うん、なんかそれがこう自分にしか聞こえないようななんか仕組みになってるみたいなこと言ってたと思うんですけど、なんかそうですね。どうやったらそんなことが可能なんだろう。なんか絵のところにあれがスピーカーがついてると思うんですけど、はい。そう、あとなんかスペーシャルサラウンドみたいな、なんか5個ぐらい。スピーカーがついてて、結構なんかサラウンドに聞こえるみたいなのも言ってましたね。だけど、その自分にしか答え聞こえないかもしれないけど、自分が言うのはみんなに聞こえちゃうから、結局、そこの問題解決できないっていう。やば。ちょっと次はそこですね。はい、次はどうやってシークレットコマンドをするか、はい。いや、これは、せっかくね、アメリカでしか買えないので、買ってみて、使ってみたいと思います。うんうん、はい、今回、ゆかさんは、はい、メタ本社は初ですか、うん、あ、実は、2011年に来たことがあって、すごい何年ぶり、そう、めっちゃ昔で、しかもこの今いるキャンパスが、なんか、いわゆるクラシックって呼ばれてて、うん、一番最初の、まあ、大きい、キャンパスみたいな感じで、今もうもっと新しくて、うん、もっと大きいキャンパスが別のところにあるんですけど、まあ、ここが、いわゆる、イワン・ハッカーウェイっていう、住所の、はい、お店なんですけど、ここに、2011年に来たことがあって、シリコンバレーツアーみたいな感じで、本当大学卒業してすぐの、本当に マジで何者ではもなくて、学生ほやほやみたいな感じで、なんか友達の友達の友達みたいな感じでメタの人につなげてもらって、で、オフィスツアーしてもらったことがあって、そう、それ以来。で、その時になんと、そのオフィスプラしてたら、透明のガラスのミーティングルームがいっぱいあったんですけど、そこでマーク・ザッカーバーグ見たんですよ。あ、そうなんだ。なので、生マーク・ザッカーバーグも12年ぶり。ということで、いや、ちょっと感慨深かったですね。いやそう、それはすごいですね。はい。で、その時はね、本当に何も、その時間を取ってランチしてくれた、なんか、人も、なんかね、その当時の Facebook に、なんか自分が作った会社を買収されたみたいな、結構すごい人だったんですけど、なぜかそういうなんか何にもこっちは提供するものがない学生に時間を取ってくれて、なんかいろいろ話を聞かせてくれて、本当にありがたいなって思うんですけど、まあそんな何も提供することがなかった時から、まあ12年経って招待していただけるような感じになってすごく嬉しいですね。素晴らしい。本当に感慨深いですね。ねえ、そうなんですよ。2011年にそのシリコンバレーツアーみたいなことをした時に、あ、絶対私はシリコンバレーでいつか働きたいっていう。決意を決めて、まあ、そこからいろいろ、まあ何年かかかったけど、ピンタイさん本社で働けたりとかっていうのがあったんで、その2011年のそのシリコンバレーの旅がめちゃめちゃ私のなんか人生のターニングポイントみたいな感じになっているし、その旅の途中で夫にもね、出会ったので、すごい。そう。結構ね、大事な旅だったんですよ。すごい。12年も経っていましたけど。マーク・ザッカーバーグもそのゆかさんの今までのこの道のり道のりをちょっと一部ちょっと一部マーク・ザッカーバーグ人生を変えた人の一人多分12年間全く見た目が変わっていない気がする。ちょっとムキムキになってるけどマーク・ザッカーバーグで今回なんか、ねすごい T シャツ一枚になんかデニムみたいな感じでしたけど、うん、もうなんか胸筋がね、むきっとこうちょっと見えてる感じで、ね、はい、すごいトレーニングやっぱしてるんだなっていう感じでした。ね、で、なんかちょっとキーノートの中でも若干こうなんかファイティングが好きです。アピールがありましたね。
なんかバージのインタビュー、さっきゆかさんにもお送りしたんですけど、うんうん、最初のね、5分ぐらいしか見てないんですけど、インタビュアーの人が、今回のキーノートはオクタゴンの外からお届けすることになるかと思ってたよって言ってて、いや、それはないないって言ってたんですけど、はい。なんか来年ぐらいにね、本気マッチをしたいなって言ってました。イーロンじゃなくてね。イーロンじゃなくて。ちゃんとした選手でね。はい、そう。ちゃんと真面目にやってる選手とって言ってました。はい。ハマると、とことんハマるっていうのが多分才能なんでしょうね。そうですね。すごい。結構私の頭の後ろが、配信にはですね、はい、いっぱいスクショ撮って、頭のスクショ。頭の後ろ後頭部が。最前列でしたからね、すごい近くて。そうなんですよ。なんか、あれですか、馴染みの顔みたいな感じの方たちは今日はいらっしゃいましたか？結構私の、なんかその、ループみたいな、人たちは VR 専門のクリエイターみたいな人が多くて、私は一人しか、存じ上げなかったんだけど、結構有名な VR 系の YouTuber とか TikToker とかいるみたいで、私が知ってた子は、メイジーっていう子で、ビートセーバーをめっちゃ、バーって超上手にやって、なんかすごい可愛い衣装着てやってる子がいて、その動画を見たことがあって、私もそれやりたいと思って、なんかセットアップを説明してる動画とかめっちゃ見たんですけど、なんか本当にすっごいなんかグリーンバック、なんかグリーンの部屋コーナーみたいなのを作って、グリーンバックだけじゃなくてやっぱ360度、必要だから、360度までいかなくてもいいかもしれないけど、まあ、180度ぐらい必要なので、コーナーが全部グリーンになってて、で、なんかトラッカーも多分なんかすごいいろんなとこについてて、みたいな感じ、すごい、機材がすごくて、あ、これちょっと無理やって思ったんですけど、そうそう、でもすごい、VR 専門の方が、いろいろいらっしゃいます。あとは、本当は MKBHD も来るはずだったっていう噂が、あまた流れてるんだけど、また今回来れなかったみたいで、なかなかまた会えないという感じなんですが。パイセン忙しい。そう、パイセン忙しいから、やっぱ今月は、なかなか来てくれませんっていう感じなんですけど、あと、カーリン・エン・サミアっていう、YouTuber の二人組が、実はニューヨークで YouTube のイベントで先週もあって、また来週も会えるね、バイバイみたいな感じで言って、また今回会えたんですけど、そう。こんな感じでした。また明日もありますよね。はい。そうなんです。また明日もここに来て、いろいろデモとかをやらせてもらえるみたいなので、はい、今日被ったクエスト3はなんか、デモ販売エリアみたいな。なんかそこで予約できるみたいなところがあって、ちょっとだけ被ってその映像を見るみたいな感じだったので、ゲームとかできてないので、そういうちょっと多分本当のユースケースの体験みたいなのが来週じゃない、明日できると思うので、楽しみです、はい。また楽しみにしてます、動画で見れる。はい。はい。Vlog も撮っているので、またこのイベントの様子とかを Vlog で配信しようと思っています。はい。ということで、最後にちょっと宣伝タイムですが、私たちはニュースレターをやっております。概要欄からサインアップできる無料のニュースレターなんですが、私の活動の様子とか、その月に思ったこととかをマンスリーでお届けしているので、よかったらサインアップしてください。あとは、ゆかスタコミュニティというのもやっています。YouTube のメンバーシップ経由で入れるコミュニティで、Discord をメインに活動しています。こちらもよかったらぜひぜひ仲間になってください。ということで、ゆかスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。